はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今日はね、バネロペ使っていきます。セレクトボックスで登場してるんでね、こちらでコイン稼ぎしていこうと思います。はい、54とコインでジャイロはなしです。やっていきましょう。で、バネロペのね、スキルが、うわ、すっげー降ってきた。バネロペのスキルが、ジグザグに消すスキルですね。こんな感じ。まあ、ほぼ縦ライン。ほぼ縦ラインです。はい、はい。いいね。で、まあ、ほぼ縦ラインなので、ボムキャンから、まあ、スキル落ちと、まあ、ゲージも繰り越せて、いい感じにスキルが多く使えてくると思います。ただ、ボムキャンから速攻でスキルを落ちと、消去数がね、少なくなる。本当に、完全に上っていうか、なんて言うんだろうな。出始めの詰む、まあ、多分ここら辺かな。ここら辺から消してるので、出始めの詰むはね、消してないので、本当にちょっと待ってから、ピーターパンと同じような感じかな。ほんの少し待ってからスキル打つといいと思います。待つか、これ。ほいっと。まあ、ぶっちゃけボムキャンからしなくてもね、30後半消してくれるので、まあ、無理にね、ボムキャンしなくてもいいと思います。ただ、ボムキャンした方が、やっぱりゲージ繰り越せるので、まあ、よりコイン稼ぎたい方は、やってください。43。大詰むいるけど、繋がらない。繰り越し。で、この詰むね、まあ、知ってる方多いと思うけどね、まあ、コイン補正たるものが、あるので、溜まるかな。あー、ギリ溜まんない。コイン補正がね、まあ、通常と比べてね、だいたい30コインくらいかな。危ね。うん。だいたい1回のスキルって30コインくらい通常よりもね、少なく入ってるので、で、つっても入ってますね。特に言うことなかったわ。まあ、それでも、こんだけ稼げるからね、まあ強い方じゃないかなと思います。思います。はい。喋りながらやるの、むずいね。やっぱ。まあ、とっか。ここ。で、これで15秒でしょ ?11 秒。もう2回はきついか。6000枚いくかいかないかかな、これは。あ、大詰め降ってきた。これはスキル溜まるけど、待とう。ここ。はい。いいね、やっぱ。ボムキャンからしなくても39とか消えてくれたもんね、今。すごいわ。36。あーと一回使いたかったけど、まあいいか。まあ6000枚近くだね。349。うん、それなりに振ってきてこんくらい。いけますね。はい、ということでバネロペ使ってみましたけど、まあ仮にね、コイン補正がなかったとしてもね、だいたいね、差が400、500くらいかな。今ので6000、多分300とか、そのくらいなので、正直そこまでね、変わりはないので、まああんまり気にしなくていいと思います。それはもちろんない方がいいと思うけど、うん、気にしすぎてね、使えないって思うよりかはいいと思うので。あとはね、スキル1から5はね、正直よくわかんないです。まあ、スキル6で6000枚いくかいかないかなんで、まあ、この間のハクナマタタシンバと同じくらいですかね、最近で言うと。うん。だと思います。まあね、久々に、あれかな、復活したのかな、復活初めてだっけ、わかんないけど、まあ、気になった方はね、ゲットしてみてください。はい。じゃあ、今回はこれで終わり。バイバイ。